10万人以上が犠牲となった関東大震災から来月1日で100年を迎えます。火災旋風と呼ばれる炎の竜巻が街を襲い、被害が拡大しました。100年経った今も変わらないという火災旋風の脅威を今回実験で再現しました。100年前の9月1日、東京などに大規模な火災をもたらした関東大震災。死者・行方不明者は10万5000人で、その9割が火災によるものでした。木造住宅が密集する地域で巨大な炎が渦を巻く火災旋風が発生し、甚大な被害を及ぼしました。炎の竜巻、火災旋風はどのような状況で起きるのか。木造住宅の密集地域と避難場所となる広場を再現し、燃料を入れて火をつけます。当時は木密住宅っていうのは木造の住宅が密集していましたけど、この空いてるところが広場になってるんです。でここに大火災旋風ができて、何万人もの人が死んじゃったと、そういうところを実験で再現しようとしています。関東大震災では本所被服廠跡と呼ばれる広場で3万8000人もの人が焼死しました。避難してきた人たちが持ち込んだ荷物などに引火し、大きな炎となり火災旋風が発生した可能性が指摘されています。着火からおよそ40秒後、画面の右側に注目すると、突然炎が渦を巻き、火災旋風が発生しました。炎というのはとても熱いですので、上昇気流が発生します。その上昇気流が発生しているところと風ですね、横風が吹いてくる、その兼ね合いで回転するような流れが起きまして、それで火災旋風が発生します。実験では画面の左奥でも火災旋風が発生、右の方向にゆっくり移動し戻るような動きを見せました。火災旋風は風に流され住宅街を移動し、家々を焼き尽くすと言われています。木造住宅の密集地域は県内にも数多くあります。南海トラフ巨大地震では火災により最大6万6000棟が焼失、死者は3300人に及ぶと想定されています。さらに現代では高層ビルも火災旋風の発生原因となる可能性があるといいます。そこで次の実験では高さ5メートルの壁を2枚用意、高層ビルに見立てました。ビル風が通り抜けるよう隙間を空けて立て、そのたもとで火災が起きる想定です。静かに燃え始めた炎、しかしわずか15秒後、炎が激しく渦を巻き立ち上りました。その高さはおよそ7メートル。壁の高さを超えたのです。ビルを回り込むようにして渦ができるということと、この隙間から風が通る風ですね、これが重なり合ってうまく渦を強め合う瞬間があるように見えました。十分に大きな火災があればビルの一番上のところまで来るという可能性はあります。ビルの間を吹き抜ける風に火災旋風を強める作用があることが今回の実験で初めて明らかになりました。また
炎の動きをスローで見ると、地面に巻いた紙などを巻き込んでいるのが分かります。100年前の関東大震災で人や馬などを巻き上げた火災旋風の風速は国内で発生する最大級の竜巻に匹敵するといいます。さらに渦の中心の温度は1000度以上、超高温であらゆるものを焼き尽くすのです。同時多発的にいろんなところが火事になるということも考えられます。そういう状況が感じられましたら、そこからは離れたところに逃げていくということを考えなければならない。地震で大規模な火災が起きたらどこに逃げるのか考えておくことが必要です。